まいもう一回そうこれもいいですけど今めちゃめちゃ売れるって言ったんですよ、はい、真似するとうーって感じです、はい、でこれをダッキングと呼びます、はい、そうっすそのダッキングするついでに起き上がりでパッパッこれをこうなってるじゃないですか、うん、腕の向きというとこうなってますよね、はい、こうなってます、ねはい、打つときにこれを回転はい打つときを回転が行くんですよこれをこういう向きですはいそうそうそうこれを、閉まってるので、ね、ちょっとこう開けるというかそう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 で今前に行ってるじゃないですか、はい、真上しゃがんでそう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 でバンああ今だけで違いますそう腕で打つんじゃなくて膝でこの沈み込みでそう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 いっぱいアッパーの種類あるんですけど一番簡単なのはこのそうそう起き上がりでで振り抜くんじゃなくてなんか急ブレーキとかみたいですそう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 ってやると抜けるんですね肩抜きっていうかこう力が抜けるんでそうそう今まだ抜けるまだまだまだ最初からこの膝がこうなってるのも分かっちゃうから最初はそういうアップライトでそこからしゃがんでドンそうそう今ちょっと僕にジャンプください顔にこれでジャンプくださいこれでジャンプくださいこういう感じです一回ちょっと上がっといてそう普通にしといてしゃがんでそうその起き上がりそう腕に頼らない方ですそう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 起き上がり起き上がり今斜めです体がまっそうそう ここに僕がいるんで、はい、そうそうで前に行っちゃってですね体がそう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 肩を残したもん、はい、そうそうそうでちょっとだけ腕をこう伸ばすというか、はい、そういうことそういうことそういうことで最後にここに効かせたんです肩甲骨です、はい、そうで今こうなってもねこれをしゃがんで起き上がりもしこれがこうなればそうまだいいですよ一回普通に立っ てくださいでしゃがむドンそうそうしゃがんでこの回転ですでこれが足が伸びる。これがこういうストレートと一緒。どうする？力入ります。全然違うんで。しゃがんで、そう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 。つま先をしっかり僕の股下に向けるここ。終わったらちょっと回すんじゃなくて、パッと止める感じです。せーの、ちょっと待ってください。せーの、ういそう。で、バーッと待って、終わったら僕の。その足の位置取り自分で見てください、ね、終わった後ですよでまだ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 最初そうアップライドでしゃがんでストップ見てください足この角度でこの打ち方やると効くと思います、はい、それでは足が例えばちょっとグリンって回してグリンって回してアップください。グリンってやったらどうするこっち長いですそうですそういうことですだからブレーキかかるもんで、ね、足踏みっていうか、はい、足踏みな感じでバーンってやった方が力入らないですはい、そうっす。回すとなると、回すと方がいいですよ。向きがいいですよ。回しても向きがいいですよ。違うことなんです。はい、なんで、しゃがんで足で、そう、これがまあ言うたらブレーキですよ。そう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 。そういうことそういうことそういうことそうそう。で、顔をこっち、顔をこっち。顔をこっち向いといて、そういうことです。せーの、うい、ほら、来た。あ、やばいやばい。